アルーニアルラは、フランス出身の元サッカー選手。現役時代のポジションはミッドフィールダー。マリ共和国にルーツを持つ。ルーアン急増を経て、バイエルンミューン編の下部組織へ入団。その後リバープール FC 保有の下、2002から03シーズンは、ルアブル AC、2003から04シーズンは、SC バスティアと、フランスの2チームに移籍。レンタルで2シーズンを過ごした後、 R.C. ランスが完全遺跡で獲得。ランスでは、レギュラーとして活躍し、代表にも招集されるようになった。2006年、レアルマドリードに遺跡したマハマド・ディアラの穴を埋めるために、オリンピックリオンに遺跡。しかしレギュラーを獲得できず、1年後の2007年に F.C. ジロンダン・ボールドーに遺跡。2007から2008シーズンではチームをリーグ2位に躍進させる。 中心選手として活躍。2008から2009シーズンは10シーズンぶりの優勝の原動力となった。2009から2010シーズンからは、トゥールーズ FC からセドリック・カラッソが加入したため前年までの政治意見、ゆるりくらめが控えに回り、変わってキャプテンを務めた。2011年7月4日、オリンピックマルセイユへ3年契約での移籍が発表される。 移籍金は約500万ユーロ。2012年8月10日、ウエストハムユナイテッド FC に移籍。8期ぶりのプレミア復帰となった。しかしながら、同年9月にした負傷の影響で出場機会は限られ、2013年1月31日にスタットレンルへとレンタル移籍することが発表された。2016年9月1日、AS 南シーに移籍した。 ありがとうございます。